はい、こんにちは。それでは行き続きましょう。エッチな広告に釣られてビットアーミーを始めていた結果的なやつですね。なんかね、結構あの広告、ツイッターとかでもそうなんですけど、結構広告出てくるじゃないですか、ビットアーミーっていうやつが。で、ちょっとやってみたんですよね。まあ本当になんかもう、ただね、たまった遊べて、まあ、ログインも不要で、ただブラウザーしてだけですぐ遊べるっていう感じのゲームなんですけれども、これね、なかなかね、この類ね、私結構好き。あー、これうっさいかったらごめん。で、なんかね、こう、まあ、戦略ゲームみたいな感じで、まあ、よくあるやつだよね、これなんかさ、設置していくっていうタイプで、で、このなんか合体するとレベルが上がるみたいなやつだよね。ファイルもレベル上がるんだ。今この家とかを住宅でお金をね、稼いで、で、まあ、1個しか作ってないんですけど、この経営で、舞台を生産するように、で、この生産した舞台を合体させることもできて、合体するとどんどん上級のやつになってくるみたいなやつね。ちょっと普通にゲームなんか説明するけど、で、まあ、ちなみになんだけど、なんかね、今のところそういうエッチな要素は一切ありません。あ、出てきました。これはもうレベル6のモーター兵を合体するとレベル7の、このなんか軍要素かなができたり、で、マップをこうやって開けていくと、まあ、ここも解放できないかな、解禁できないかな、まあ、とりあえずここやってないんで、例えばここで挑んでいると、なんか一人しかいないんだけど、なんで、あれなんでだろう、今修理中なのか、そっか、修理してるからかな。ああ、そうみたいなね。待って。おかしいな、修理終わってなかった。どうやら修理が来てなかったんですか。全然舞台に。ってか、でもなんか言ってましたよ。出撃できて舞台が決まってるとか、ああ、言ってた。さっきさ、あれ待って、さっき私、なんかバグってなかった。なんかレベル10ぐらいのやつ決まった。私多分まだレベル10持ってないよ。結構わかんないですね。まあ、建造地スペースを見てみたいな。
金回収する計画なんてのはもう無制限、無制限にいくらでも作ったらいいんじゃないって言われて、結局お金返ってくるもんね、これね。っていう感じでね、結構でもなんかこのなんだろうな、この感じスペースなんだけど、街に街とかを作っていくみたいな感じのこの感じ、確かにこれ好きかもしれない。たまに最近ちょっとだけこうやってちょびちょび止まってるんだよね。世界っていうのがありまして、世界に旅立つのが一回も戦ったことないんだけどね。で、ここが私の基地らしくて、やっぱあのプレイヤーさんかなの、感じが見れるっていうね。で、NPC っていうのもいるらしくて、この検索をかけることだけ下の方にちょっとあるんだけど、反乱軍レベル7、自分より1レベル低い。どれだ？どれだ？これかな？これかな？これかな？反乱軍。なんか豪商人たち70あればいいんじゃない？あら、5部隊も配信だ。今さっき手に入れたばっか。これでいきましょう。遠征。遠征、あ、遠征、あ、あー、あー、こんな感じになるんや。あ、行ってますね、私。これ私かな ?WY1744 なんとか。なんか名前ではなくて ID みたいなのが出るんだ。基地の移転もできたし、ああ終わった。ああこんな感じなんだ。まあ相手 NPC だし、ね。ああレベル5とかからもう報酬がもらえたらしい。で基地に帰る何か解禁されたらしい。おここは。なんだ。どれだろう。分かんない。あ兵役合成。あ兵役か。7だから、あ、6だから、7が強いになったやつって今はね。あー。世界人数の名前の領地を拡大していくわけですね。なんでね、意外とこのゲーム、なんだろうな、まあ、ちょっと広告の出し方があれな気がするけど、割とこのなんか、普通に戦略ゲーというか、そして遊ぶにはなかなか面白い。あ、今でもさ、こいつとどかせば、ここも、そんなさ、敵に行こうよって思ってる。というわけで今回は広告に釣られてビビッドアーミーやってみました。でもちょっとそういうあんまりそういう要素ないみたいな。カンコレとかもほらちょっとあのね宗派とか大派とかいろいろあったけど、そういう要素も多分ない感じで、結構割とゲームとしては硬派なゲームみたいよこれ。広告はあれだったけどね、なんかうんって感じ。広告の出し方だとさ、なんかすごい18禁ゲームなんじゃないのこれとかいう匂いもちょっとあるんだけど、どうやらなんか割と普通のゲームというか、かなり今のところはね、まあ、キャラクターは基本女の子はこうやっているんだけど、なんか機械動作はあるし、バーコードがこれなんかいじれるの、自分の設定があるし、あとなんかね、パートナーみたいなのも選べるんで、まあ、ティナちゃんになってるし、英雄一覧なんだろう、こういう系のゲーム、なんかたまにさ、FF とかかな、まあ、このゲームちょっとすごくあって、あれはあっちからタワーディフェンスみたいなゲームなんだけど、このゲームは、そうね、でも結構あるじゃないですか、そういうさ、広告でちょっと動かせるタイプの広告でさ、なんかこういう同じやつをさ、合体させてさ、強化していこうみたいな、こういう流れ。お、今なんかバグなの？それで配置して、したように自分で配置して、なんか育成
現していくとか、まあ、タワーディフェンスするのもいいけど、まあ、そういうタイプのゲームについて結構知って、ああっていう、ちょっとね、ちょっとだけハマってしまいました。はい、というわけで、ああ、お金いっぱい。というわけで、そんな感じでした。お疲れ様でした。まあ、よかったらね、まあ、興味あれば遊んでみてはいかがでしょうか。まあ、なんか、なんだろうな、まったり遊ぶ分にはいいかなっていう、ちょっとほんと、コツくらいでやっていくと、なんか楽しめそうな気もする。まあ、ある一定のラインまで行ったらあれだけど、最初のうちはね、どんどんレベル上がるから面白くてついついやっちゃったよね。うん。はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。まあ、よかったら遊んでみてください。